こんにちは。デモンストレーターの田原英一です。今日はこちらの雲台ですね。バル自由雲台と SBH200DQN という二つの雲台があるわけですが、この今スリックのマスターを置いてますけども、スリックのマスター3ですね。スリックのマスター3の雲台を交換して自由雲台にするときに、どちらを選ぶべきかと。 いうお話をしていこうと思います。まあ、どちらを選ぶべきかと言っても、どちらもスリップの製品ですし、どちらも私の思い入れのある製品ですから、どっちを選んでたいともいい運台なんですけども、まずですね、自由運台にするメリットというところからお話していきますと、このスリップのマスター3、トータルでは 2.8kg という重さの三脚なんですが、運台部分が 800g ということで、 意外と雲台部分の重量が重いということがわかりますね。まあ大体雲台だ1に対して三脚が2、1対2の割合ぐらいで組み合わせれば OK という原則で作ってはいるものの、より軽量化を考えた場合ですね、800g の雲台よりかは 300g 台に収まるこれらの雲台を使うと、より三脚を軽く持ち運べる。 そしてハンドルのような出っ張ったものがないからコンパクトにスリムに持ち運べるというところがメリットかと思います。ところで、この2つのうんだいですね。もともとはバル自由うんだい。こちらが先に出ているわけです。1970年代にバリアブルボールヘッド、バル自由うんだいというのが発売されたわけですけども、それの第2世代目ということで、もともとあの色は銀色。 をしてたわけなんですけども、よく、あの、一般的にと言いますか、マニアの間と言いますかね、白バルと言われているものがあるんですが、えー、黒いバル自由運転っていうのは、一番最初、スプリント66ブラックカスタムというのに乗って出てきた、えー、本当はね、これ、え、黒いバル自由運転っていうのは、特殊な、え、工業用の雲台として発売されたものの残りを、 ブラックカスタムというので売り始めたんですけども、最終的には一般販売のバルジー運転をブラック化したのが95年ぐらいだったと思いますが、そういった経緯で売られているだいたい80年代からこの形なので40年間ぐらい売られている雲台ということなんですね。それに対してこちらの SBH200DQN は、もともと SBH200DQ という名前からスタートしているわけなんですけども、 2000年代に入ってからの雲台ということで20年経ってないと思います。まあこのバリ自由雲台国産の雲台を置き換えてタイで作ろうということでこちらは体制なんですけどね置き換えとして出しているのに両方今でも販売中、好評販売中というところなんですね。ではまずバリ自由雲台からご紹介していきましょう。 これがですね、300g の雲台としては本当によく止まる雲台ということで超ロングセラーなんですねただバルジュうんの今欠点の部分が出てしまいましたけどもねじ込んでいってレバーが今自分の私の体の方にこうきましたけどこのレバーの位置がですね調整ができないねじでねじり終わったところの位置で使うというスタイルになるというのが欠点なんですね もちろん今のカーボン三脚ですとエレベーターのパイプを回すことで右手側左手側という調整ができるんですがこのギア式のエレベーターがついている場合は位置が固定されてしまいますからこんなところにレバー来ちゃったよみたいなことになってしまうわけですねまあでもこれはこれでレバーの位置は常に一定しているというのがバレジュン転のポイントでして今から カメラを取り付けていきますが、えー、これはフィリーに100ミ、mm、リがついた ZV-10 ということで、まあ軽いカメラなんですけどね。これで、カメラを取り付けるときですけども、レバーを緩めて、この上の台を回して取り付けると、両方式ですね。こういった具合で、で、このね、倒す方向なんですけども、ここに、 溝がありまして、この溝の位置をレバーに対して自由に選べるということで、こう倒せるし、こう倒せるしということで、レバーに当たりさえしなければ、好きな位置にカメラを置くことができるということがポイントですね。で、カメラの位置が、これは今、たまたまレ、あの、電池もカードもここから交換できたりしますけど、カメラ底の部分を触りたいとか、 カメラを交換したいということになると、一旦この台を緩めてしまうということで、位置関係がずれてしまう。これはデメリットですね。デメリットとして今申し上げた、この、雲台とカメラの間を緩めるときに位置が動いてしまう。そしてレバーの位置が固定してしまうというところがデメリット。メリットとしては、常に一定位置で使えるということと、倒れる方向が自由に選べる。これがメリットということですね。 一方でこれ SBH200DQN なんですけども、これは新しくできた雲台新しくって言ってももう20年近く経っちゃうわけなんですけども、このレバーの位置を緩めると、好に向きが変えられる。ベース部分が回転するという機構がついてますので、これで例えば左手側でロックしたいということだと、左手側にロック位置が来るというところがポイントです。そして、カメラ、レンズの取り付けは、 このクイックシー方式ということであらかじめクイック集をカメラ側に取り付けておけばワンタッチで取り付けができるというところがメリットですねこのようにワンタッチで取り付けができるということとあとこの位置を一旦こうやって固定してこの位置の状態で別のカメラにしたい とかカメラ底の、えー、ところにあるバッテリーを入れ替えたいという時にこれ外して交換してもこの位置は保ったままというところがメリットですじゃあ一方でデメリットはというとこれはバル自由雲台と違って回転する部分がこの底部にあるものですから倒れる方向がこのレバーに対して こちらか、こちらかということで、前には倒れないということですね。だから必ずこのレバーに対して倒れる方向が決まってくる。真上に向けるときは、例えばこちら側で向けるといったことになりますし、縦位置にするときは、自分の側にこのレバーを持ってきて、こういう形で縦位置ということなんで、倒れる方向が一定というところが、バル自由運転に比べて、まあ、デメリットポイントということになってしまいますね。 一応一旦あるんですけども、このカメラ位置が変わらないというところに魅力を感じるのであれば、あるいはクイック収縮であることに魅力を感じるのであれば、こちらの SBH200DQN の方が優れてるということになりますね。今日はロングセラーの自由雲台そして、まあこれもロングセラーですよね。20年売ってれば。ということで、バル自由雲台と SBH200DQN。 二つのスリップの自由運台をご紹介いたしました。それぞれね、いろんな特徴がありますというところをご紹介しましたので、ぜひこの二つを比べて検討いただければと思います。